随雲寺は愛知県カス市新寮町にある臨済宗明神寺派の寺院である。劉高山随雲寺と呼ばれている臨済宗明神寺派の寺である。随雲寺の創建年月はよくわからないが、影響元年であると言われており、本尊は薬師如来であり、海山は雲宿を尚である。天正十二年四月、長久手の戦いの時に火災に遭い、姿を消したが、 寛永2年に大広市旧紀が復興させた。京宝12年に再び火災に遭うが、翌年13年に再建した。平成14年、本堂栗を再建し、現在に至る。この寺は、はじめは、総統州に属しており、昔篠木宗三十家村の中で、小牧市、大草の復元寺と並んで勢力があり、後に、織田信長の父である信秀が、 寺院の領地を寄付し、犬山城主、池田信照が、菩提寺としたともの伝えられている。本堂裏の位配堂内にあり、この菩薩のいわれは、瀬戸市中水屋の松原家の先祖が、厚田の海に漂流している菩薩の夢を見て、探して持ち帰って、随雲寺に安置したものである。小字録には、松原家が保存していると記されている。随雲寺に保管されているもので三明神社の南に、 ある、帰船者境内から出土した。二個のうち一個は、掘り出す時に、ツルハシで傷をつけてしまった。後に、陳夜に出したい橋た。銅鐸は帰船車にあったが、管理ができないということで、随運時に保管された。ありがとうございます。